おはこんばんにちは。いやーこりゃ困りましたね。シマムーの絵を完成させてあげられませんでした。ポポポポーポポ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 ポいポポポ悪いことしポポ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 ポ 完全に島むに割り事しましたもうでも仕方がないそういう日もありますこんばんはいやーなんか急にさこれやってくれますかっつって言われちまったらよやりますよってしか返事できねえじゃんこっちはね ちはやるこ,とこっちだとやることあるのにまあ別に仕事なならしょうがいそうなんだよなやるべきことはいやまあシマムーもねシマムーも書きたかったけどもまあ仕方ないよねまあ一応最低限最低限ね 最低限ではあるけど、かけてたから、まあ、良かったってことにしませんかかけてないけど、薄めで見てくれたら、あ、一応しまむだな、っていうのがわかるということで、こんばんは。えー、っと、本日は <coughs>、まだ、まだでも終わってないので、やらなきゃいけないんですけど、飽きちゃったんで、 お話でもしようかなって思ったので今配信を始めましたがチャニマスでもしますか無料10連で当てますか限定 SSR でもこれなんだあ,あれか一番外のあそうだバージョン一番外で10時間配信しないといけねえの忘れてた そうじゃんマージャン一番街で10時間配信も忘れてたな終わらないよやりたくなマノ、ま、ちゃんめでとう何その拷問 <laughs> いやなんかマージャン一番街で10時間配信するとなんかマージャン一番街専用の,なのなんか専用の キャラクターフレームみたいなのもらえるらしくて <laughs> いいなぁと思うじゃあ当てます限定あこれは限定入りじゃないのか SSR2 倍なだけか限定入りスタンプチケットがもらえるってわけかここでは限定は出ないとまあ未所持の PSSR でもいきますポイーン2倍だからね 最低でも1枚は出るよ出ないやつならおかしいんだから10パーをほらー走る思ってないやったーえなんかアマナちゃんの調子がめちゃめちゃいいんだけど昨日からありがとうアマナちゃんなんか最近俺がごめんな <laughs> ずっとひななに明け暮れてたから聞き聞かせてくれてんだありがとう1枚でしたけど アマナに乗り換えようアマナちゃんがすげー来てくれるわどうしたんだ最近調子いいなあざスすあざュウィークリーもやりやせっちゃったからな先週もったいねいことしたわうわアンティーカ迷うなまサクヤがいつも俺のとこ来てくれるからサクヤ選ぶか相思相愛だったことにしとこうでも相思相愛だと思わせることで 桜が来やすくなるかそれともあ良よかったってなって安心してくれるのかどっちかだな安心してくれればいいんだけど非常にあの水着咲夜聞くからな多分今まで1回もあのとつらせたりしてなければ200枚ぐらい引いてるからな水着咲夜1周目の嘘じゃないからね誇張せず 200枚引いてるまあその結果はそれが本当かどうかは結局わからないけどね証明のしようがないからでも本当です200枚引いてます最低限チャニマスの5周年も終わりましたまのちゃんにプレゼントでもあげとくかまのちゃんまのちゃん <laughs> シャニマス君がトレンド入りしてるんだけどまたなんかあったの。なんもなくない？知らんけど。うん。普通に5周年だからおめでとうじゃないの。ささはい。ありがとうございます。おめでとう誕生日。それから。近いね誕生日。今日からの新しい一年も引き続きプロデュースしていただけたら嬉しい。いや嬉しい。終わりをほのめかすなんてことはしないねマノ、ま、ちゃんは。ありがとう。うん、少し止まって。5周年は。 5周年でしょじゃあ <laughs> 確かに5周年だからで何かあったんで5周年がありましたちょうどシャニマスのトコトコトコボボボボボンシャニマスくんおめでとうじゃなくてちょっとよくないからシャニマスクになってるそれはある やっぱそこの使い分けは必要だよね。くんづけがトレンド入りするときは良くないとき。普通にシャニマスがトレンドしてるときは良いときってやっぱ使い分けしなきゃダメだよね。じゃあもしかしたら悪いことがあったのかもしれん。終わり。シャニマス終わり。久しぶりにワージャンでもするかおしゃにはどっちおしゃには知らねえ。おしゃになんて言う人いるのノクチル。 でも結局このさ、俺のトレン、この自分のトレンドってさ、あれじゃん。あのー、自分周りだけなんだよな。自分周りだけだから、その、本当のトレンドとは別なんだよな。盛り上がってる感あると思ってたら、全然そうでもないっていうのが結構ある。トレンド入ってるじゃんと思ったら、1000ツイートしかないみたいな。 よくある。よーくある。なんか、話したいことあったんだけど忘れちゃった。なんかなかったっけ特にねえか。なんかああいうのか。面白いこと起きたりしてないしてないか。よっす。よっす。総選挙。総選挙の話はした。あ それでなんかあったね。祝者にます5周年みたいなのツイートしたら、なんか、このスピードくじ。おい、これやろうぜ。いいっすかフェザージュエル。え何それこれじゃないのフェザージュエル5万、5万ジュエルを俺がもらっていいってことじゃないの フォローハッシュタグをつけて5をもらうってことこれ1人1本だけなのかなやってみよう。えー、祝・シャニマス5周年をつけて本投稿を引用リツイート。引用リツイートなんだ。祝・シにまマス5周年。シャニマスおめでとう。で、ツイート。 エクジ URL をクリックそれが「いいねリツイート28300件で10連プレゼント」へえツイッターログイン抽選に参加するきたー当選きたよみんな当選した当選したぞみんな 金だよ。<お>これはもう一等でしょ一等。いきます。<laughs> いらない。やだ、これ。おめ。これやだ。これやだ。これやだ。いらない。これ。 なんでこれいらないよ変えるってことできないのこれ。キャンセルはできないのこれ。クーリングオフ。クーリングオフしたいよ。いらないよ。ゴールドチケット55枚なんか受け取らこれもう一回、もう一回、くじ URL をクリックしたら。キャッシュ消せばもう1回できるそういうシステムなの無限にできないの当たるまで。 いらない。もういってる ?2 万8000。いいねとリツイート合わせて2万8300件で、引用リツイート1万8000件、いいね6255件。引用リツイートとリツイート、引用リツイートは引用リツイートに入らないのリツイートに入るのかなどうなんだろう 入るんだったらもう28,300いってるけど。入んんだったらリツイートはまたいっぱいしなきゃいけなくなる。なかなか難しいところではございますけども。えー。いや、さすがにそれはわせっこだから、1個だけにします。俺は。入らない。入らないの引用リツイートは。 えーっと思い出すよ昨日頑張って覚えた黒ひつぎ栄称しますにじみ出るにじみ出す <laughs> もう忘れてるにじみ出す混濁の紋章引っかかったら負けなにじみ出す混濁の紋章不尊なる狂気の器 湧き上がり否定し痺れ瞬き眠りを妨げる破壊する鉄の王女絶えず自戒する泥の人形結合せよ反発せよ地に満ち己の無力を知れ <laughs> 波動の九十黒ハハハハハハ 合ってたかもわからんでもなんか覚えてそうすごいなもう染みついたかもしれん脳にわかんねえ合ってたかどうかもわかんねえけど <laughs> 完璧完璧あとはだから思い出,出しながら喋るのをやめなきゃダメだよねしれっともうその当たり前のようにルイーズ・フランソワーズ・ルブランド・ラ・バリエルぐらい当たり前のようにプルプルって 出ないとダメだねでもちょっとずつこうやってちょっとずつちょっとずつ1日1回行ってればいずれ言えるようになるだろうなんかでもテンポで覚える感じはあるねあの昨日あったなんかあの音源が良かったわあれのおかげでテンポで覚えられてる湧き上がり否定しみたいなあのテンポで覚えられたのでかい しびれ瞬き眠りを妨げる一個一個こう単語単語で覚えていったら結構苦しかっただろうからそうじゃなくできたのはでかいですありがとうございます皆さんも一緒に覚えていきましょうまたあじゃああれしようツイッチの <laughs> みんながちまちま俺にあの黒ひつぎの英称を唱えさせる チャンスをくれるように、あのツイッチのポイントで俺に <laughs>、あれできるようにしよう。どうやってやるんだ、あれ。やり方がわかんねえんだよな、ね、あれ。チャンネルポイントだ。チャンネルポイントの。めっちゃ安くくしてれどんぐらいでたまるんだっけ、チャンネルポイントって。新たなカスタムを追加。えー、黒。黒。でもめっちゃ安くしたら1円とかにしたらみんなやるじゃん。それよくない。黒ひつぎ。 書「波動の90」「黒ひつぎ」「1配信1000くらいとかじゃないの?」「1配信1000」いや「500くらいにするか」えー「え価格500円」「<laughs> <laughs> よし。 送られるたびハすんの <laughs> まあそうだねだそこ難しいよねだから、ね、あんま安すぎても1,000円にするかあれだってかおるくんがいくらとかあった ?1 万円とかあったっけあれで全然来ないからそれの10分の1ぐらいの頻度ってことでしょじゃあできるかもかおるくん1万円だねお雑談ですのお雑談ですわあねえ届いたよ メモリー、そうだ、これの話しようと思ったんだ。メモリ届きました。まだ入れてません。怖くて。<laughs> 使えなかったら嫌で、怖くてまだ入れてません。見せて。見せてどうすんのただのメモリだよ。32GB2 枚。今からメモリー入れる配信するそれか PS4 に。本当かどうか確かめる。本当かどうか。SSD は。SSD も届いた。 PS4 に SSD 入れる配信にする <laughs> 本当かどうか確かめる。見せて。俺が嘘ついてるってこと届いた。届いたっていう嘘つく意味ある俺。どっちもしなきゃいけねえのが。でもさ、俺多分パソコンの中めちゃめちゃ汚いからさ、外でやりたいんだよね。外で一回なんかさ、ホコリとか全部取ってさ、 やりたくないそんなことないもうパソコンえだろ部屋も汚ねえ,汚ねえマジで終わってる SSD を PS4 に入れる配信面白そうだけどどうやってやるんだろう調べていいやり方知ってる人いる ?PS4 でも全部ダウンロードし直しなんじゃないの多分映せんの中身 内蔵ドライブを SSD に乾燥しよう。えー、USB メモリが必要なのあ、セーブデータとかもあれなんだ。パソコンでシステムソフトウェアを。えセーブデータをバックアップ。 お、オンラインストレージのストレージのセーブデータ。ええー、こういうのができるんだ。セーブデータだけでいいの。なるほど。まあ、ゲームはダウンロードし直すにして。 あとは別にまあセブデータぐらいか。あとはそのログイン。まあログインも別に。どうなんだろうね。さすがにできんじゃないできないのかなパソコンでシステムソフトウェアをダウンロードし、USB メモリにコピーする。えー、PS4 内蔵のハードディスクを取り出し、SSD に交換して戻す。 うわぁ、むずそう。起動の時間。をやってみようぜ、今から。じゃあ、これ。これやってみた。PS4、SSD。実は簡単。PS4 の SSD 化してみた。でみんなに映すすべがないんで。簡単じゃねえか みんなに映すすべがないんだけどどうしよう机の上が汚すぎてみんなに映せない映してあげたいのにどうやったらみんなに映せるのいい,よい,い俺の声だけでなんとかなるかなてか机の上に PSO 持ってきたらさあれができなくないキャプチャーもできなくない気合でやるか汚くててもいいから映して <laughs> わがままなやつもいますね やっぱなんかさ、逃げっぱりだからさ、汚いところをあんま見せたくないみたいな、風潮ない、俺。あるのよ。<laughs> まあ仕方ねえか。汚いのでも、見せるか。時には自分の弱さをみんなに見せることも必要。あるとしたら、もっときれいにしててほしい。<laughs> 確かに。十分汚いからな。机の上がなんか、埃がすごいもんね。 これでも PS4 をさ、どうしたらいいのこれ持ってきたらいいの上に。上に持ってきたらこれ、いろいろ、ケーブルとかの、問題で、苦しくね ?PS4 が汚いもん。まず。一回、LAN ケーブル抜くじゃん。PS4 がはちゃめちゃに汚い。あ電源ついちゃった。PS4 の。終わってるわ。 <coughs> 待って、服ね ?PS4 がなんか、フケみたいなのがいっぱいついてるから PS4 に PS4 もこれさては,は風呂入ってないなおかしいもんね PS4 からフケ出んの普通出ないよねそれでよいしょたまにそうだな,いな入れてやんねえとな風呂にえーそれで マウスが見えちゃっていたいまずなんどうやってやるんだっけまず USB メモリを一回あれしなきゃいけないんだちょっと待ってな USB メモリこれ何入ってたっけ WIN10 っていうマジックで書いてある USB メモリーがある。えすごくねこれプレステプラスカインだよ。えー、っと、USB メモリー14ギガしかない。フォーマットで、えー、FAT32 にフォーマットする。はい。はい、フォーマットします。

あ、これか。本当だ、オンラインストレージのセーブデータ。ええ。本体ストレージのセーブデータ。オンラインストレージにアップロードする。ええ。じゃあ、どっちもいるかどっちも。あ、みんなに見えてなかった。終わり。 クラウドななんんかか信用できんからなそうなんだよね。正直、クラウドって信用できなくないクラウドストレイフ。なんだっけ、クラウドの本名。PS4 すげえ熱いな。えー、絶対絶命都市。うわ、だる。すべて選ぶ。アップロード。まこんな、一個一個やっていかなきゃいけないのだる めちゃだるじゃないめちゃだる委員会。結構セーブデータって重いもんな。なんか昔に比べたら。まあ別にでもセーブデータ残るでもセーブデータ残ってようが残って前が別にどっちでもいいけどな。言うて。<laughs> 別になんかそのキリ悪いところで終わってるゲームねえしな。 え、ここで、なんかキモいとこで終わってるみたいなゲームなくない別に。まあでも、クリアデータとかがないと、それこそ、そう、DLC とか、もうあと、バイオセブンぐらいだろ。たくさんあるだろ。もうあと、なくない別に、セーブデータ、必要なゲーム。バイオセブンと絶対説明年ぐらいじゃないあ、バイオ重い。 ハハハハそれは PS3 の方だね多分ね入ってるとしたら俺の虫太郎マジどこ行ったのか本当に分かんない虫太郎やってた友達の家のもの全部最後やった虫太郎やった友達の家のもの全部ひっぺ返しても出てこなかったよ <laughs> 絶対誰か虫太郎欲しいやつがりパクしたわ盗んだやつがいるわ多分 あとは、エイペックスいらない。オールガイズいらない。ラストオブアス、バイオ。いらないな、全部な。あラブアルはいるだろう。ラブアルはさすがに。さすがに必要。え、なにえ、なになに怖い。このデータ上書きしますかどういうことどういうことなんで本体ストレージを。オンラインストレージに。 アップロードするのに上書きタにオンラインストレージにあるってことすでにじゃあまあ誰かが上げてたってことさすがにヒメノギとの思い出は消せねえよクソ重い姫ハ <laughs> <laughs> いつでもヒメノギに会いに行けないといけないからね超おやじゃあこの間にこの あ、でもダメだ PS4 動かせねえや今結構限界ギリギリ三セットしたらオーライ辛いこともある筋肉ドパソコンでシステムソフトウェアをプレイステーション用システムシステムソフトウェアアップデートサイト行かなきゃいけないらしいアップデート用ファイルのダウンロード どうやってアップデートをファイルのダウンロードするんだろう PS4 システムソフトウェアアップデートのサイトにアクセスしてアップデートファイル再インストール用をダウンロードするそれはどこにあるのあこれか PS4 システムソフトウェア再インストールするお PS4 アップデート、PUP とかいう謎のポンポポピンえー、PS4 という名前のフォルダを作成するらしい今これダウンロードできてるのあできてる重 PS4 というフォルダを作成します。その中にアップデートという名前の別フォルダを作成します。だって。作れせまな。PS4 という名前のフォルダの中に、もう一回、えー、ウップダイトウップだて入れます。 まあ今の努力がね、今頑張れば今後楽になると。サクサクになるから。で、ここにダウンロードすればいいと。えネットワークエラーになってんだけど、なんでダウンロードできなかった。意味わからん。 どういうこと今ダウンロード中なう1ギガもある重オレンジのパソコンオレンジのネット回線遅いからさめちゃめちゃあまりにも遅いから結構1ギガも時間かかるんだよねしかも今配信してるし でも、引っ越すほど別に遅いってことない。100メガ。でもなんか世間だと100メガって遅いらしいよ。俺の、俺は別に一回もその100メガが遅いなとか思ったことないんだけど。100メガも出ないか。マックス100メガ。70メガぐらい、だいたい。なんかでも今は本当に1ギガとか当たり前のように出るらしいね。怖えよ。 最近は無線でも1ギガ出るなんかそうらしいよねすごいよなそんなに出てどうすんだって気持ちはあるけどあとこのゲーム起動時間とかどれぐらい早くなるんだろうなインストールし直さないと分かんないなでもなまたなよしもう大体いいだろ イメンドギとの思い出ぐらいだろう。バイオリー2、モンスターハンターワールド、ゴッドイータ3。ああ、特に。文字通り一瞬だぞ。特にないよな。いいや、これぐらいで。オッケー。で、置いたら、もう。モンハンいいの。モンハンワールドでしょだって。いいよ、別にワールドやんねし。で、電源を切りまして、 これ PS4 起動してるとめちゃめちゃ熱いな。PS4 って何のことは熱風を出すの。俺の PS4 が初代だから。初代 PS4 だから熱風を発するのかもしれない。暖房具だよめちゃめちゃ熱い。で、えー、え、なんか電源切れた切れたかい切れたっぽいね。よし。 一回邪魔だから全部引っこ抜いて電源ケーブルやら HDMI ケーブルやらをさあ分解しましょうどうやって分解するんですかクソきたねほこりがエギエギング完全にほこりがエギングカメラカメラどうやってつけようかな俺の顔になるよカメラつけようがないんだけど <laughs> こうするしかない。これコメントいらねえな。アミ場もいらない。こうするしかないね。で、どうやって分解すんのこいつは。あじゃあ買ったのがえ、メモリがこちらですね。64の文字。あと、 SSD がこちらですねさあやっていきましょうどこどこそのメモリちょっさあ高かった、ね、評価どうやって分解するのこいつ高かったのはい PS4 内蔵の HDD を取り出すここを矢印の方向へスライドさせる矢印って矢印ってどこ怖いな水が入ったコップがあるとバコーンって吹き飛ばしそうえー、こいつを <laughs> 取れた取れない取れかけてる取れかけてるけど取れないでえもっ,もっ,も,っもっと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 も えーっとここのネジをドライバーで外すらしいプラスドライバードライバーどこに置いたっけ俺のドライバーセットがないよね適当なドライバーでいいかいこいつをドライバーで外すはい外しますピシ こいつ引っ張り出すだけえっもう出てきた。これがハードディスクだって。えー。ハードディスクかなのこれ本当に。すげえ。超簡単じゃん。で、ここと、んこことここと、こことここのネジを外したらもう取れるらしい。こんな簡単に。 取れちゃっていいのこれ本当にハードディスクなのハードディスクってこんなにちっちゃかったっけ俺の知ってるハードディスクとサイズ感が違うんだけどもうすでに SSD だったらどうするみんなそれ CPU かもはい取れました ああ、HDD って書いてあるわ。ハードディスクです。これが PS4。なんかマジックとかで書いた方がいいよな。なんかお名前シール貼っとけお名前シールが作れるよー。マジックで書いときました。直接 PS4 とで。こいつはだからもう二度と。 あられることはないという可能性がありますねフォーマットすれば再利用できるぞあそうかこれをじゃあパソコンにとかもできるってことなんか消せないんだけどでも容量くそちっちゃいでしょあマジだ 夜いくつなんだろうねわかんね書いてあるのかな ?500 ギガだって。500ギガ。でん、おあっ、硬い。買った何これ <laughs> え買った。あ、取れた。ええー。 全然違う。かっこよえ、本当にこれでいいの超軽い入ってんのこれ中身超軽いよ入ってないだろこれ中身偽物か偽物もかも掴まされたかもしれんこれどうやってえっとこうかこうやってつけんだ 多分、あ、う、え、あ、うん、合ってる。<laughs> これ、付けるのむずくねここの、なんか、ちょっとだけ浮いてんだよね、これね。浮かせないと、この、ビタってやっちゃうとさ、この、ここに。ここが合わない、横の穴が。だから、ちょっとだけ浮かせなきゃいけない。難しテクニックが必要みたい。多少。結構むずくね地味に。なにこの、地味なむずさ。 その隙間にヒートシンクとかつけるんじゃね。普通はえめちゃめちゃ絶妙にむずい何これなんでこんなに微妙にむずいのあついたでも元のハードディスクも何もついてなかったよこれねあの、対角線上に止めないとねあの、パソコン、自作パソコン界隈とかは殺されるらしいから ちゃんと対角線上に締めていきましょうね。で、がっつり締めちゃうといけないから。対角線上に締めた上で、ちょっとずつ締めていくっていうのが、全然締まんねえんだけど。なんだこいつ。なめてるわ人間のこと黒しつぎ打とうかな、こいつに。よし。対角線上に締めていくことで、バッチリ締められると。 でしまんしやりづらよし対角線上中もこれでにっこり対角線がどうしたとかいううぜえやつらはみんな俺のあんまなめてってわき上がんぞわき上がんぞわき上がり否定すんぞで対角線上に 締めていくとよしよしでこうかえこんな簡単なの超簡単じゃない刺さんだこれ本当にえ刺さんないんですけどあれ俺間違えたフ <laughs> にゅにゅあれ逆フフ逆フフじゃないよねフフフり返しつかない。 これタイツだよねあれねあ結構押し込めってことえああ別にもうささってんのかこれささってるわ本当にこれでいいの簡単すぎじゃない,い,いさすがにさすけがにかみろんすぎじゃないこれはこんなんだったらみんなやるでしょこんな簡単だったらもっともっと世間で 流行ってるでしょこんなに簡単だったら簡単すぎるって <laughs> まさかもう終わりだってやらないってことはなんか裏あるんだよいやそうだよね絶対おかしいよね理由ないとやるもんねみんなねそれでこれは何違うハートディスクと で、ここに USB 挿してえー、取り出しえら、俺、USB を安全な取り出しで取り外してる怖くてね、なんか普通にやるのでまず USB を挿すらしいのね、ここにえーと PS4 の SSD を 感想を。目論んでいるのですわ。目論んでいるんですわ。これか。U. S. B. にバックアップしてたの。いや、U. S. B. に、あの、システム。システム、うんちゃらが入ってる。で。コントローラーもつなげろって書いてある。 システムなんてらが入ってる USB とコントローラーをさせと。よし。で、えー、コントローラーは、どこに行っちゃったのかなあった。つなげました。さあ、これで。 電源を電源でどうやって入れるんだっけこれ。よし行けおお。お,おあれ止められた。 止められた壊れた壊れたあっ失敗えっ失敗したブルスクキャップこういうときねキャプチャーあなるほどおしまいわかった残念ながらこれ違うんだよ多分ねこれ文賃化してないと思いたい1280になってるとかありがち配信的には100点 あれ、え、ほにょにょ。ほにょぷにゅ。ほにょぷにゅ。にょにゅあ。あ、ゴミになっちゃった。え、ゴミになっちゃったの。あ、ゴミになっちゃってるわ、みんな。あれ。もう、この。振ったら、あ。パソコン固まった。大丈夫、あ、よし。え。硬い枕にしよう。壊れちゃった、みんな。 3分進化したあれついてるよでも光ってるよちょっと待ってこれはキャプチャーボードを返すから悪いんだ直接確認可能性はあるあれ映らないんですけどえっ <laughs> あれあ映った映ったおあれ 消えたお <laughs> 一瞬映ったけどまた消えたおなんでだおキャプチャーボードダメってことかな幻,幻えなんで今一瞬映ってたの一瞬映ってたよあれおにょにょにょ PS ボタンを押してくださいあれえなんかバリバリなってんだよね画面がずっとなんでなんか画面が砂嵐みたいなのがビリリって出て帰っていっちゃうあれうん <laughs> <laughs> ン人ブーみたいになっちゃうあ出たみんな出たよ ほら、出た。デュアルショックを USB ケーブルで接続してんだけど。あ、消えちゃった。えさっきからこれの繰り返しなんだけど。うわー壊れちゃってる。ねえ。五輪銃 これマジでんなのこれマジで,なのこれマジでルフ入ったらもう無理えループ入ったら無理そういうのあんの PS4 超簡単だよでもえ <laughs> !?SSD え メルカリに動作確認済みで出品しようそうするわざっぷに書いてあったのか PS4 に USB マモリールを挿して電源ボタンを7秒押しっぱなし SFD にシステムソフトウェアは入れたか今入れるところ電源切るわ 電源切電源の切り方も分からん PS4 の長押しで切れない PS4 ってこれ逆に今切ったらやばいみたいないコンセンセト抜けなんか今切ったら今今電源切ったらなん,かなんかその SSD 弾けとるみたいなあるよねだいたいこういうメモリ系ってさ電源押しアクセス アクセスするとアクセス中にさあのハードディスクとかもそうだけど最悪壊れるだけ,るだけまぁ一回最悪壊れるだけだったら電源直しても落ちないんだけどマジで電源引っこ抜くしかないで発発まではしないよ。<れ>アクセスフラッシュアクセスフラッシュグリッドマン来てくれよ目を覚ませボクランの世界が何者かに流 ダメだめだ長押ししても電源が切れねえ侵略されてるぞあ切れたえこれ切れた意味やからんこれは運命でもリハーサルでもないえっと PS4 に USB を押しさして電源ボタンを7秒押したままにしますそうすると PS4 がセーフモードで起動しますこれをやる234 2 567ピッタリ7秒じゃないとアウト <laughs> むずでピッていったよピッていったなんでこれ画面何も映んないのあ映ったデュアルショック4えまた消えたこれなんで消えんの 一瞬映って画面が消えるのはどういう理屈なんで誰かいるよねこれ何か悪いことしてるやつがちょっと希望を持たせて落とす <laughs> えなんでこれこんなことになっ,ちゃったおじさんが 箱の中でニヤニヤヤしてるよ完全にニヤニヤおじさんいるよね、ニヤおじ。このニヤおじ、頑張ってくれてるのかな、おじさんが。この川口の PSO を返せどこ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 デジタルバトルが、リトル・スター・ウォーズが行わ,れる行われてるのかもしれない。タコライス・川口、のび太のリトル・スター・ウォーズ。 これなんか、グレーの砂嵐が出るのは何なのこれあれかなキャプチャーボード返してるせいかな直接つなげてみるかキャプチャーボードのパスする入力で画面出してるからちょっと調子悪いのかなあえ急に出た。あまた消えた。あなんか見て、みんな。で、あ消えた。なんか消えたりついたりする。これ何 初期化する。再インストールする。させてみよう。再インストール。はい。えコントローラーが反応しない。人間やめますか人間やめますかんコントローラーが反応しないよ。接続悪いとかないよな。バージョン10.50のえ接続してください。OK。あ、しばらくお待ちください。来たどうなのこれは。 あ、また行ったやったかやったかあえやってんのかやってねえのかわかりません。やってるってことにしてくんないしばらくおま、お待ちましょう。一旦一旦待つことで、しばらく。しばらくお待ちくださいって言われてんだから。またねとよ。ただ、この画面がキャプチャーボードに出ねえっていうのがなんでなんだろうな。不思議。 いつもあったら出るのに PS4 を初期化します全てのユーザーとすべてのデータが削除されますこれユーザーはどうしたらいいんだろうねまた画面出なくなっちゃった一瞬出て消えるのやめてほしいんだけどなんかでも多分悪さしてんななんかこのハード DHDD 多分このキャプチャーボードが出てくれないもん画面がずっとバリバリなってるキャプボにつなげたたままやるると壊れるってて書いてたよ <laughs> 壊れることはねえだろ関係ねえだろその出力先は。 わかんねえあーなんでこれ画面がこのなんかコントローラーがすごいいろんな色に光り輝いてんだけどなんで確定演出 <laughs> 虹色に光り輝いてないコントローラーなんでこれ画面が出ないんだろう激熱 コントローラー消えたええコントローラーの光が一瞬消えてあれえあ来たちょっと待ってこれもしかして間違えたあれ なんでこれキャプチャーボードは反応してくんねーんだろうこのソフトウェアアップデート中はキャプチャーボード反応しないのかな今ねアップデートファイルをインストール中になってる上げて下げて上げて下げていけてるいけてる多分多分いけてる 頑張ってる今 PS4 くんが頑張れ負けるなうわバーミヤン食いて中華料理食いたいの忘れてたこの時間ウーバーイーツやってるとこあるかな頑張れえ 絶対ないよ、ね、まあインストール中できそうでも無事に無事にできそう。 よかったー。壊れたかと、壊したかと思った。あとはいろんなゲームインストールしなきゃだね。え、まさかここまで来て上げて落とす上げて落とすのが一番嫌だからね。人間って。落としてあげられるのはいいけど、上げて落とされるのは一番きついよ。 の島村も可愛く描けそうだったのにな、俺が描けなかったばっかり。阿美葉なんか描いてたばっかり。阿美葉描いてなければ絶対に描けたのに。阿美葉のせいです。この間に島村完成させて。<laughs> 今無理机の上に p s 4を。ハシです。笑ってたのに。ハッシー祝ってた？ウジュキウジュキーって言ってた。 あこれで 2>, 2行だけ2行だけめちゃめちゃ昔はいっぱいあったのになハッシー島村うずきちゃんお誕生日おめでとう <laughs> もう距離が距離が遠くなっちゃってんじゃんうずきちゃんってうゅきーって呼んでたのに昔の発信ーは距離まで遠くなっちゃってる 呼び方が変わっちゃってんじゃんおピースを起動した起動したぞみんなあれキャプチャーボードに映んねえな何だろ本日本語これなんでキャプチャーボードに映んないの あれかななんかあれになってんのかななんかコピーガードみたいなのがかかってんのかな 設定でなんかね、あんだよ、そういうの。どれだけどうやってやんだっけな映像出力設定。なんかどっかにあんだよね、それ。その設定。どこでやんだっけシステムか。 あ、これか。これキャップ棒なんで映んなくなっちゃったの俺のパソコンキャップをつながってないもしかして。あれ意味ねえよ、キャップ棒で。 繋がな,くなっちゃったらキャップボも買い替えるべきだったなねええなんでキャップボ映んないのシンプルにキャップボの調子が悪いってだけその可能性はあるわもうキャップボ普通にクソ調子悪いから。 引っ越抜かなきゃダメかもでもこのキャップを引っこ抜くとブルスクで落ちるんだよなパソコン頼む落ちないでくれいくぞはあせい<イ>落ちなかった落ちないねよし正解、成功したえ映んないんだけどなんでうんないの

言ってたもんななんか音量出力ブツブツいってんな設定の問題音バチバチいってるバチバチいってるよね言わなくなった これでさ、ログインってどうやってやるんだろう。あ、そうか。まずオンラインにつなげなきゃなのか。ほら見て、普通に PS4 できてる。すごい。すごくね。現代社会。どのぐらい速くなったかだな。ね。これもう早いの？いやわかんない。起動してみようか普通に。 再起動してみよう。うん。再起動できてんの。 元の時間がかっとけばよかった <laughs> おなくなりに<お>そもそも元が何秒かかったのかがわからんがな体感でわかるいやあんま変わってない気がするどうなのわ <laughs> かんないわかんないよ高い金払ってこれか いやでも多分あのゲームのロードとかが絶対攻めとして結構ロードまあ本領はゲームよロードがさちょっとじゃあ絶対攻めとしてダウンロードしてみようちょっと一回じゃあこのいやまあ無事一応完走はできたということでよかったですそうですよ DLC も買お,うおいしょ あそっか DLC あったな絶対ズ滅トでネットにつなげます感想でもした感想はめちゃめちゃ簡単でした引くぐらい簡単でしたえー、っとじゃあこれ見せたら多分ダメだからプレイステーションプラスにサインイン 覚えてねえやべえプレイステーションネットワークのなんだっけえ待ってやばつまんなやばいかも普段使ってるメアドかなプレイステーションネットワークからメールが来てるねこれだ メアドは分かったあとはパスワードだけ <laughs> パスワードがマジで分かんねえなこういうのってなんだろうパスワード。 違っていますだって音で特定した音で特定されるで間違ってたらしいから大丈夫誕生日誕生日かな彼女の名前、まあ、彼女の名前の可能性は高いよね梅沢めぐ パスワーードはクロームが覚えておきますこれ,かこれかな最近なんかさどのサイトもさパスワードがさ複雑化してるじゃんその大文字小文字数字全部入れてくださいみたいな いけたー <laughs> 完璧でした。あのマジでクロームが覚えててくれたわ。なるほどこれか。なんだったのなんで言わなきゃいけないのマジでクロームが覚えててくれたわ。タコさんはこ。すごい。うい。クローム偉い。 過去に Chrome でログインしてたんだな、俺。別の PS4 からデータを移行する。あ、PS4 と PS4 を。すげえな。よし。これでみんなに見せても大丈夫と。 よーしじゃあまず絶対説明とし一回ダウンロードしとくかサイコブレイクとかできるんだポサルアカデミーや重そうなやつ いやでも絶対攻め年が一回プレイしてるからわかるでしょ結構絶対攻め年ロード長えなって思った覚えあるし。キングダムアートやりてー。全然ないんだけど、絶対攻め年。消された面白くないから。絶対説明都市はもう二度とやらないだろう <laughs> 面白くないから消されたもしかして。 おかしいよね。評価悪すぎて BAN された。マジでないじゃん。そんな下の方絶対説明として。まあワンダと巨像とかがこの辺りにあるから。まあ下か。 あ、じゃや,やっと会えたね。よし。これで。まあでもダウンロードの時間がかかるのはもうしょうがないから。あとはセーブデータをバックアップしよう。セーブデータ、オンラインストレージのセーブデータを。 本体するジにダウンロードとんかいっぱいあるなうわ焼き鳥食いてクソんか一瞬今どこかから焼き鳥の匂いがした気がする腹減ったウーバーイーツ頼もうと思ったんだこの時間ウーバーイーツってやってるかな 絶対やってないよね <laughs> なんかあのー、すんごい1時間かかる先の店だったらやってるわ配達手数料1000円えぐ隣の住人が報復で焼き鳥パーティー始めた可能性ある俺がいつもケムケム夜中にケムケムしてるから こんんな時間にやっててるのが見えてんぐらいだろ <laughs> まともな店はやってねえよな絶対クソなんか中華料理食いたいな24時間24時間やってるバーミヤンとかで24時間やってるなんかでも昔学生の頃夜中のバーミヤンに行った気がするなでもあれコロナ前だからなコロナ禍になってからなんか結構飯屋24時間やってる飯屋減った気がするもんな おっしゃこれでセーブデータもダウンロード完了。あとは絶対ですとしのダウンロードがクソ長い。<laughs> 半端じゃなく長い。これはシンプルに、うちの回線速度の問題です。皆さん。これはもうダメだね。ま、次回だね。検証は。いや、でもよかった。できて。じゃあ、やるか。 やらなきゃいけねえことあるからよ。優先につないでこれ。優先でつないでこれでだ,だって回線速度今俺いくつ。回線速度。えー八十メガビットパーセコンズ。八十五メガビットパーセコンズが出てますね。一応。 一応ね遅いっすわダウンロードがてかパチパラディスクだからロード時間関係ねえじゃんいやまああのー、パチパラはね違う今後いろんなゲームをさまだいっぱいこの PS プラスでやりたいゲームがいろいろあるからなんかそういう時に毎回こまごましたなんか嫌じゃん コマゴマしてんの。コマゴマしたら労働に苦しめられるの嫌だなと思って。結構 PS4、あの、この絶対説明都市の時、労働長かったから、まあそれが治るか分かんないけど、でも少なからず、しかももうこの PS4 も買って多分10年ぐらい経つやつだからさ、それでハードディスクも多分もうちんちんになってるだろうから、まあ、リフレッシュの気分で。あと容量もいっぱい入るようになったからね、前は 500GB だったから、それなりにカツカツだったけど、 1>, 1テラになったんで、まあ、それなりに結構また入るようになったんじゃないかなってことで。OK! ケー、じゃあやることあるから、終わりかな少しのお雑談は。ありがとうみんな付き合ってくれて。これでまたいろんなゲームをサクサクできるようになります。いろいろダウンロードしとくわ。 いろいろダウンロードして、まあ、できるようにしときます。また、まあ、パチパラ、次はパチパラだけどな、やるの。シマムーはシマムは残念ながら間に合わなかったので、また、ゆっくりやるリストに入れます。<laughs> 住んだからお雑談してるのかと思った一。いや、住んでないよ。住んでないけど飽きちゃったからお雑談トな。一回な、一回置いとくと。 俺がウィップであげたものが果たしてそのウィップが完全に描かれたことはあっただろうか過去に <laughs> 過去に俺のウィップが綺麗になったことはあるだろうかいな。かっったごめんねでフォロワー減ってるぞいな断じていな でも40いいねもしてくれてるわ。恥ずかしいわ。40いいねもしてくれてるのが。逆に。悪いな。サンキュー。サンキューな。バニー時のイラスト。北斗の剣の時のイラストがいっぱい流れてくるっていう。 話もあるわバニーアミばかいてんの俺だけだろなあバニー時のイラストですっていう絵で5000いいねももらってる俺もじゃあそういう文言つければよかったクソ俺が一番うまいしかも文言つけ足してもう一回あげよう 世間のあのー、北斗のババニーアミバっててツイート結構増えてるぞ嘘世間の北斗のその時のイラスト描いてるやつより俺が一番うまい北斗の絵柄真似して描いてる人間は分かんない2枚ぐらいしか出てきてないけど今期限を主張しよう <laughs> 俺が一番うまいだろうバニート バニーアミバで検索してみよう <laughs> バニーアミバって2013年に <laughs> トキとアミバがなんかイチャついてるイラストあげてるやついるぞバニーアミバって言って <laughs> やばすぎるさ。いにしえのバニーアミバがいたんいるわ。いにしえのバニーアミバ。<laughs> こいつが起源です。<laughs> 完全にこいつが起源です。バニーアミバ。 すげえな。しかも2件あるバニーアミバ。2017年に1個と2013年に1個。<laughs> やばすぎんだろ。ちなみにそん中でも俺が一番うまい。俺のバニーアミバが。バニーサウザーも書いてんじゃん。バニーサウザーも書いてた。<laughs> でも俺が一番うまいな。バニーときバニーアミバ。含めて。 おかしいな。10いいねしかないんだけど。やっぱ文言って大切だな。これもバニートキって言ってあげてたらもしかしたらワンチャンあったな。まあいいや。あれ、俺てちゃいけないな。そう、照れてちゃいけない。でも今、逆にこれでなんかその。 引用リツイートとかでバニートキって言って書くのちょっと世間がバニートキ慣れしてからああそういうことか今ここでバニートキって言って引用リツイートとかで文言追加したらそれはそれでダサいからもうも何も動けなくなった <laughs> 俺はこれ以上あれに関して誰か,誰かが見つけてくれることを祈るしかない俺はこれ以上動けないプライドを捨てろ いやもうダメこれでもう一回俺がなんかそのあいつにバニーなんたらってなんかそしたらさ一回目に無言であげたのめっちゃダサくない終わってるよダサいけど仕方ない <laughs> 人に見てししいしなせっかく書いたんだ。消せばいいのか別に、大した人間見てねえんだから。そうか、確かに。517インプレッションしかないから、517回しか表示されてない。ってことは消して <laughs>、今10位ね3リツイートの人間を <laughs>、10位ね3リツイートの人間たちは、 いやでもこれさちゃんとそのバニートキが出てから次の日っていうかもうこれ夜中にあげたいよねだってバニートキが,が517人増えるだけバニートキ確か22日に実装されたでしょ22日実装からのよ次の日の午前3時にあげてるからめちゃめちゃ早くこのバニーアミバをあげてるっていうのが何より面白いじゃん やっぱその結果がなくなるのはな引用をリツイートするしかないんだよね。バニー、トキ。バニーアミバ。鮮度落ちるのか。まだ誰にもパクられてない。<laughs> でもやっぱその、最速で書いてたっていうのが、書いてたっていう事実は残ってたら、よくないあ、こいつ、あの速さで、 バニーアミバまで行ったのかってだって。なんなら多分バニー時をさ。バニー時のさ正直に受けると思ってたけど、滑りました。バニー時です。はい、<laughs> イカ役バニーはめっちゃみんなバニー時の絵描いてる。そんな人気あるの？時ってほらバニー時のイラストです。この時の絵描いてる人。が。今日の夕方にあげてるのね。 で、それで、バチクソに伸びてるから、俺もちゃんとバニー時のイラストですって <laughs>。まあでもこの人1万人フォロワーいるから。え、バニー時の絵かわいい。え、あの、ムキムキの方の時。バニー時のイラストめちゃめちゃかわいい絵がいっぱい上がってます。逆だったかもしれねえ。だから、ただでさえ北斗の時のイラストが少ない中でさ、 最初にやることじゃなかったよね、多分。最初から普通にあの、バニートキの、北斗の剣のバニートキ書いてれば、まだよかったかもしれないけど。それはさすがに <laughs>、逆張りが <laughs>、逆張りが過ぎたのかもしれない。バニー・アミバは。めちゃめちゃいっぱい、バニートキの色川口よりうまいバニートキいたわ。俺よりうまいバニートキいた俺が一番上手くない これ相当うまいよ。流行る。読みの逆張りはやりすぎ。バニー時描きました。って何、はい、流行る時の？腹鉄をかもしれない。腹鉄をかバニー時描きました。バニー時描きました。普通に可愛いバニー時しかないんだけど、バニー時描きました。あと。出てこない。 漏れてるよ。バニーときの父をモるなっていう言われてるね。400リツイートぐらいの。ないんだよねそれがマジで。バニーときの父をモるな勢もいます。ときはそんなにオッパ大きいキャラじゃないのか。ツイッターのアドレス貼れないの。ニコニコダメなとこだよな。えツイッターのアドレス貼れないんだニコニコって。まあ、URL って基本的に何か知らねえ。 罠があるからねその時に URL って晴れなくない数字の連続が電話番号は使いされるあそうなんだ本当だ NG コメントですあ <laughs> 当だうまめちゃめちゃうまいじゃんこのバニーとき これどちらさんのいや、いい勝負じゃないでも、俺もうまいよ言うて。ちょっと、名前わかんねえけど。何さん画像つ見,せ見せてもらう出さ。出さしてもらうね。いや、でもうまいなぁ。うまいなぁ。ハグノンタダさん。 いやあ、うまいな。ハグノンタダさん。エロもうまいし、乾杯。エロもうまいの。<laughs> ちょっと俺雑だな。こうやって見ると。まあでも、トキだから。アミバは俺がうまい。ありがとう、ハグノンタダさん。見やすいな。綺麗だよね。線がすごい。 出展を明記しとかないといけないから。ちゃんとトーン張ってるし。本んとだ、バニートキー書きました。よく分かんねえな、やっぱり t w i t t じゃって。ないこの人が、同じようなタイミングでバニートキー書,い書いてる人いるけど。 伸びてる人と伸びてないこのハグトンタダさんより伸びてるバニートキもいるわけだしな分かんねえなツイッターってしかもほぼ同じ文言でバニートキ書きましたっていうやっぱ誰なんかその流れみたいなのあるんだろうな見てもらうタイミングでリツイートされるのとか人が いっぱいい,るいいタイミングでリセトしてくれるのもそうなんだよねほんとそううまさじゃないイコールじゃないんだよな残念まあいいや <laughs> <気>えでもはこのこのさハグノンタダさんよりフォロワー少ない人がもっとバチクソに伸びてたよ 時のうまさでは多分ハグノンタナさんのほうがうまいしなかなか難しいよね文言で言えば同じぐらいだったし多分やっぱ結局うんうん8割みたいなとこあるからなフォロワーの質 あーそれはあるかもねタイミングと誰にフォローされてる子かなうーんでリツイートしてくれた人が誰かとかそれこそね有名なそれブルーアカエシみたいな人が10万人フォロワーがいるみたいな人がリツイートとかしてくれたらめちゃめちゃ跳ねるかもしれないしそれこそいっぱいフォローいっぱいリツイートされても全員そのねフォロワー10人みたいな人がリツイートしまくってたら全然回んないだろうしね カラーのめっちゃうまいバニーときもいたわ <laughs> 言いすぎだろバニーとでバニーアミバは俺だけだからね残念ながら甘いよねときでお茶濁そうとするのはアットマーク MDMDR 川口ブルアカエアロナちゃんしかなかったしそうもなまあねそれはあるでも俺のフォロワーはみんなブルーアカエ書いてるよ MDMDR 出ないないこの人か <laughs> これえこの人が書いた絵なのコラじゃないのこれさすがに、うん、クソうまいけどさすがにこれコラでしょくくさすがにコラじゃないのコラじゃなかったらうますぎない下半身この <laughs> バニー部分のコラでしょさすがにこんだけ上半身密度書くんだったらこっちも密度高くなるだろうしお借りしましたエロ漫画書いてる方だエロい危ない 今の時を映して間違えて画像を両,両隣にでもしてたらエロ画像がプリント出てくるところだった危な俺もブルア赤に染まった方がいいかなもうアイマスはオアコンかいステマステマしよっしよっかな 俺、ほとんど絵完成させてねえんだけど、最近。終わってるわ。ひななの絵しか完成させてない。ブルアやってれば公式金くれるよ <laughs> そうしようかな。ちょうどいいぐらいで1000。だから、一番嘘っぽくないよね。1000人ぐらいのフォロワーって多分。なんか。 むしろその5万人とかの人によりさその1000人ぐらいのフォロワーの方がなんかリアル流行ってる感が出てリアルみたいな可能性はあるようなその1万人2万万人超えのフォロワーの人に仕事を依頼するよりそれなりの値段で細かく絵師に。 流行ってる感出すんだよ流行ってる感出すんだったらそれが大切かもしれんで Apex 新レジェンド出るらしいよおじいちゃんバリスティックいいねじジいジ 63歳だってすごくね武器3つ持てるらしい武器3つ持てんのオコンなんかでもエイペックス面白そうだけどな最近またどうなんだろうねオワコンなのかな何が流行っていくか分かんねえよな結局のところ終わるかとりあえず やることあるから。オワコンって言われてるうちはオワコンじゃないよ。でもあんまオワコンとも言われてない気がするもうエーペックス。しばらく。本当に好きな人しかやってない。感じある。エーペックスはもう。終わってやること終わらせよ。一番が十時間ちょっとでも消化しないか。いやです。十時間ぶっ通しで。やるから。やるときは。 やる時は10時間今なんかなんかそうらしいねスイッチ見に行くみんなストリーマー今ラストやってるよねストリーマーラストサバみたいなこれなんで俺呼ばれてないのストリーマーラストサバにおかしくない なんでストリーマーラストサ俺呼ばれてないんだろうおかしいよね。だから。<laughs> なんかさ、あれだよな。あの、そういうのもさ、その、仲のいい身内だけで固めるよりさ、やっぱ俺たちみたいな、新進気鋭の元気おじさんもさ、あの、オーディションしてほしい。<laughs> そんなことしたら大変な量になるか。みんな行くもんな。 申し込むとかじゃないの違うでしょ、多分あの、リスクが高すぎるその割とその、なんていうの有名どことかに、なんか、招待を送るらしいよ。サーバーの。なんか、CR かなんか忘れたけど。<laughs> 俺の CR 加入もまだ発表されてないんだけど。なんでだろう ?CR のストリーマー枠として。そろそろ加入発表されると思ってんだけど。まだ おかしいな。ゲームが上手くないから。<laughs> ストリーマー枠だったら別にゲームの上手さ関係ないでしょ。C.R. にいる人ってみんなゲーム上手いの？川口読んでもどう、千日中しか触れない。<laughs> こねあるの。悲しすぎる。まあ見とけよ。見とけって。<laughs> とりあえずやることを終わらせるわ。 やることを終わらして頑張ろう終わるか分かんないけど今日寝てたで全然配信しない人はちょっと <laughs> ずっと見てんだけどえらいずっと見ててみんな寝るから。アチパラ配信者として成り上がるアチパラ配信者として成り上がるか仕方ねえからみんな寝てるだろ配信者なんて別になんだろう俺配信 寝てるな、寝てる、睡眠時間と配信時間を、こう、天秤にかけたときに、その、天秤ってか、なんていうの、その、みんなだって睡眠時間が例えば6時間だとしてさ、配信が6時間だとするじゃん。俺は、その、同じぐらいはしてる。同じか、それ以上はしてるでしょ。睡眠時間とその、配信時間の,そのおな、その、同じ、その、イコールの、形式を作ったときに。計算したときに、睡眠時間が8時間の人が、 配信4時間するみたいなシステムがあるとしたら、俺12時間寝て質。質ね。変わんねえだろ、質なんて。配信者の。対して。一緒だよ、その、絵が上手くても伸びない時の絵と一緒。みんなタイミングと運、あと実力。 全てがちょうどうまい具合にかみ合った人が上に行ってるだって芸人とかもめちゃめちゃ面白いのに売れてない人とかいっぱいいるじゃんトップ配配信信者は週30時間ぐらい配信してるぞえぞ俺もでもそれぐらいしてないしてない <laughs> 週30時間って1日何時間 1>, 1日24時間、1日8時間だったら56、ほら1日5時間かける7、伸びるための行動をした上で云んだよな5時間で1日5時間で30超えるんだ。えー、<laughs> じゃあ、俺ももう余裕じゃん。 最近そんなしてないかでも割としてない俺、配信。わかんねえけど。見に行こう。あれを。保管庫の。保管庫上げてなくない最近。めんどくさくなっちゃうから。上げないと。待って、じゃあ、この保管庫に上がってる1週間。20日から13日までの時間を。えー。 走っていきます2時間半1時間半、えー、1時間半1時間45分だから、まあ、30分でいいか1時間2時間 <laughs> この実証でる <laughs> えっとね1 4四点5時間しかしてませんでしたニコ生えでもさここ最近この1週間えー、20日から3日までってスイッチやってた <laughs> スイッチはどう やってないやってないや,やってるじゃんんやってるやってるだからもうスイッチ分も追加されるから30時間以上やってるでしょ絶対ちょちょいやってるか うん、やってるわ。だからめちゃめちゃやってるよ。<laughs> ちょうど1週間でめちゃめちゃやってたときだわ。このバイオ7と絶対にメトシ連続でやってたときだから。だからそ,それぐらいあの保管庫も上げたのそれぐらいのタイミングで見せたから保管庫が。 上がってるところが20日から1週間の間で見てたから, <laughs> だからちょうどその時間その時でしょ今まだ保管庫1週間ぐらい上げてないってことになってるから完璧俺ももうだからあとは悲しい言わないで面白くないんじゃない いや、面白くないことはないけど、刺さってない少ない面白く、面白いと思うんだけどな、やっぱね。伸ばす気はない。<laughs> あるて。みんな見てくれてる人な。わかんない。みんな惰性で見てくれてるかもしれない。最近、その新進気鋭の新規視聴者が増えてないかもしれないからな。それを増やしていかないといけない。何より。増えてることを祈って。 ニコ生だと一生分かんないからな。184だからみんな。え、多分ニコ生ってさ、やってる人間って、今ど、今更さ、あの、なんかニコ生って割とその初見でなんか、初見感出さなくないニコ生の初見って。俺、それがニコ生好きなとこでもあるんだけどさ。なんかまニコ生にいるような奴らだからなんか、 今どきにニコ生見てるようなやつらだから、なんか、配信の何たるかみたいなのを、割と理解してるというか。そう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 。ニコ生が見つって。そう,そうでもない、アホ。ほん結構主張激しいやついる,来たるけど分くらいで消えていね。何なんだろうね。初見の心をつかむ。そあ、どうも 初見ですって言ってる人にはさ、あ、初見さんいらっしゃいとか言うべきなのかなうっスぐらいの、なんか、あんまり俺意識しないんだけど、そんな意識してないのバレてる、もしかして。あ、こいつ意識してない感出てるな、みたいな。格好つけてんな、みたいな。ちゃんとその初見に対して感謝するべきかな。初見さんいらっしゃいやっぱ初見だ、ここめここめってやった方がいいのかな絶対嫌だよね。初見来た瞬間に一発芸でもやらないと。 お茶どうぞ的にコメント打った方がいいそ <laughs> そうそう,そうコメントがさ囲い込むみたいなさそのよくあるじゃん底辺配信者とかのなんかコメントでなんか囲い込むみたいな形 <laughs> なんか嫌じゃないその俺が初見だったら嫌だもんそんな配信行きたくないもんそれ <laughs> やるべきかなやっぱり初見が来たら。 も初見ですって言ってるってことはやっぱり初見であることをアピールしてくれてるわけだからそういう人にはうちわねたやりまくって早めに慣れてもらうのがケチかコビューに小手版しかいないとこが米打ちにくいねでもコメビュー見ないニコ、まあ、生だと見んのかな米俺全然小手版いなくないえでもコメビューに小手版ってコメビューで登録しないと無理なんじゃないのコメビューごとに新しいコメビューで入ったら コテハンかどうかって分かんないんじゃないのコテハンするメリットがないだって俺の配信もう八割ぐらい匿名だよ <laughs> コメント一八四だよスターってコテハンの人がいっぱいいるまあそれは仕方ないアイドルマスターだから画面にニョきって出てくるやつあるじゃんジックと二割もコテハンいるのか視聴者がこ意味あるんコテハン,いいテハンってかその生 ID 184じゃない ID コテハンはついてない俺一<あ>人も俺の配信マジでコテハンは一人もいないあのそのスターとジックはいるけど <laughs> スターとジックはいるけどそれ以外のコテハンはいないわかんないいるかもしんないけど俺はあんまり意識してない誰だよなんとなくわかるけど最近のコテハンでこの何 キャラクターっていうか、なんか、アイコン登録してると、そのアイコンも出てくるようになと思っスター、そう、あの、アイドルマスターで、アットマークスターになるから、アイマスの、アイマス配信者あるあるだと思う。アットマーク以後が、小手ハになるから、スターとか、あと、あの、マジック、アットマーク曲があると、ジックとか、いろいろなる。 それは本人も気づいてないやつじゃないか <laughs> そうそのままなってる文字打って勝手に登録されてるやつねそうそう文字打って勝手に登録されてるやつ俺の視聴者のあのー、小手判ついてる人はそれそれ以外は小手判ついてないわかんないいると思うなん別にあんまりあんま変わってないと思うよ 昔から同じぐらい。184と。生 ID。差はない。やっぱニコニコであんまり、生 ID でコメントする人って少ないんじゃないの少なからず。あと川口に勝手に色つけられた時ぐらい。<laughs> そうだね。俺が間違えて色つけちゃう時。でも大体184だから色つけてもすぐいなくなるから。あんま関係ない。 だかからなんか俺はねそんななんか新しく来る人を特別視もしないしなんか昔は特別視しようとしてたけどなんかそれキモいなって思うから思って名の外し方もわからん特別視しないしただ変わらず接したいんだけど俺は新しく入ってくれた人に来てくれた人にでもそれじゃあやっぱなかなか だから、面白いタイミングで来てくれないとな、配信が。全部見てたら面白いと思うけど、全部見るのって大変だもんな。まあ、そういうので切り抜きって必要なんだろうけど。難しいですね。終われねえんだけど、さっきから。<laughs> 今度初見来たらお茶法するか。お茶爆しよっか。全然終われない、タイミングが。終わろう終わろうって思ってんのに。ショーツ、あれで最後かよ。ショーツ、特にな なないんだよショーツのネタ川口があるショーツのネタしてるゲームがゲームだからなしかたねえだろうが俺がやりたいゲームやらせろ <laughs> んでやりたくもねえゲームやんなきゃいけないんだよ やりたくもないゲームで人気になったところでね、意味ねえんだ。やりたいゲームで人気出,す出させてくれ。じゃああれ、今から虫太郎の切り抜き作る仕方ねえから。伸びなさそうなゲームあえて選んでるよね。虫 <laughs> 太郎のゲーム作る、切り抜き作るあり。俺が切れてる、虫太郎に。バイオは余裕でメジャーでしょ。バイオはね、バイオはやりたかったから、俺が。 太郎っていつやってんだあれ何年前にやってんの俺虫太郎のもやるべゲーム実況えバイオリツーって3年前なんだやば虫太郎やってなくね俺あった虫太郎 <laughs> 2時間ぐらいやってる虫太郎 <laughs> いたね今ねどっ <laughs> おもろそう <laughs> ここ,こ,こあーあああカブタムシ落としちまったやばい音質よくないたえー、カミキリってさっとなかったっけあ、違うやつ違うカミキリ今より音質いいよねここでいマイク違ったもん。ここよしナイスでかっ !4 センチだよ。顔がないのももったいないな。何の説明もなしにアミツカのやめるな。やっぱりもうこっちの方がとりやすいあえず。めっちゃいるぞやばいのいるやばいの なんかカブトムシのメスが取れたけど違うの取りたかったからもっとなんかかっこいいのいなかった今やばいのいたよねこれショーツで流れてきたら斬新すぎて協力するわ <laughs> <ば>常にそのやばいね虫をたたきつぶしてるの全員 <laughs> 落としては撮ってんだよこれしろいろんなあ、遅いときるね一回遅いとき遅いときがいい今<笑><笑>い時間ねえってマジこんなんで時間使いたくないんだけど ねえ、こんなんで時間使いたくないよ。ここにないよ何このゲーム今まではまださ、まともあったじゃん、虫捕りもういう状り。なんで急にゲーム性を、よ、ゲーム性をさ、強くすんのあ、欲しい。欲しいなぁ。<laughs> 楽ありでこれむず、めっちゃじゃないっす。え、これ持ってるでしょ、絶対。絶対持ってる。 ほら、豆子がねばっかん。豆子がね最初のプロになってる。で自分の右手を押うにしてる。やばい。めちゃくちゃ面白い。ナイスこれゲームが面白いよゲームが。ゲームが。ゲームが面白い。するでか何これ <laughs> ハリしてはっ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 ははははは カマキリのツを水に落とすと。普通にさ選ぶときはこうやってあのねドングリ分配分派きカマモあの移動だできるのになんで投げるときに手動いちゃうんだろう。これは有名実況者がいれば50万再生は叶え。移動しているときの手固定のまま飛ばせよ。本当だよね。全に運ゲ。いや惜しい。ちょっとカーブ投げてほしいカーブ。いやお。 <laughs> やっぱ延長時間がワクワク編でこんなに <laughs> よしナイスあ苦しんでるめちゃめちゃちびくわがたしかいねえんだよこの木にはこのあたり一辺はちびくわがたしかこれも絶対ちびくわがたな。もう業者になっちまったやりてー遅いな夜結構ちびくわがた業者でかいっ絶対やりてえこのゲームえ <laughs> くそ超面白そう <laughs> でかいやつもったいないああ落ちたの広ろえよ、ほんとそれな。でかい <laughs> 体が、反射神経が追いつかない。なんだよなんかそんなに。超でかかったもん、今の。<laughs> はっあっああ、ちびくわがたいらないからいいで。わらー大くわがたに5.2センチってそんなでかくねえな。 マジでえええあああえ <laughs> よくわかんないこのゲーム <laughs>。やりてえ <laughs> <い>俺の虫太郎マジどこ行ったんだよ。もう一回買わねえと。アマゾンで。 どこ行っちゃったの虫太郎、俺の。どっかに買いに行くか、探しに。また。ププレステプラステラにないのか。絶対ねえよ。めちゃめちゃ面白そうじゃない ?1000 円するんだけど、駿河屋で。バカだろ。誰が買うんだよ、1000円で虫太郎。 アマゾンにはね、売ってすらない。あ、売ってる楽天の送料無料のショップで882円。お !20 円ソフトのみかあ、でも俺、箱あるからソフトのみでよくない配送料340円、ソフトのみ20円ってことは360円でディスクだけ買える。なんで箱だけあんだよえ、だから俺ディスクだけなくしたんだよ俺。なんか多分友達んちで、あの、このゲームめっちゃむずいから、やり方、 わかるって言って友達と一緒にやったんだけど、その時クリアできなかったの。その時もできなかったの。で、その時多分友達に置いてきたんだろうけど。なんかだから友達のなんかのゲームの箱の中に代わりに入っちゃってるとか。返してもらえ。ね、探したんだけど出てこなかったんだよね。めちゃめちゃ探したんだよ。マジで。めちゃめちゃ探したのに、ないから。 あの、大量回収したゲームとは関係ないの関係ないするぐらいだと1180円するわ虫太郎新品だと3万円で売ってる <laughs> 買おうかな <laughs> 3万円で買おうかな <laughs> いや俺これ20円の虫太郎買うわ Amazon で送料340円動作確認済み箱あるからディスクだけで十分だわ 5月2日から3日にお届け。OK。待ってるわ。<laughs> まあゆったりね、他のゲームして待ってよ。虫太郎買います。20円で。これ、どうしよう罠でめちゃめちゃ値段高かったら。360円。よし。もう買います、虫太郎。360円。 アマゾンポイント使おうただで買えるわアマゾンポイントがあるから360ポイントアマゾンポイントただで買います虫太郎 <laughs> 悔しい虫太郎に360円も取られたよしみんなこれでリベンジマッチだ虫太郎ポイントの無駄そう遠くない未来で虫太郎リベンジマッチしますのでよろしく めっちゃやりたくなった今これ見てじゃあ俺やることあるんで長引いてっけどずっと <laughs> やることあるんでって言ってずーっとやれてないけどやめますねやることあるんでさすがにもうた楽も勝ったしやり手いゲームがいっぱい溜まっていくねそれじゃあみんなありがとう楽しいみにもうちょい雑談したらマジで俺なんもできなくなるでしょ 間に合わなくなっちゃうでしょ。よくないでしょ、それは。ダメなの。やらなきゃ <laughs> やる。やりますって言っちゃったんだから。言わなきゃよかったけど。すみません、やりたくないですって。やりますって言っちゃったんだから。やるしかねえんだ。ということで、以上、ありがとうみんな。暇つぶしに付き合ってくれて。また、俺の虫太郎に、見に来てください。それじゃ、お疲れ様でした。